こんにちは、渡辺翔一です。ラオは 9mmF5.6 っていうレンズがありまして、最初は APS-C のレンズなのかなと思ってたんですが、実はこれフルサイズの 9mm でした。それで魚眼レンズでもなく超広角のレンズということで、他にはない画角を実現しているレンズっていうことで興味を持ちましたので、 今回手に取ってみました。いろいろ撮影もしてきましたので、スペックの紹介とかそういうところも含めて、今回の動画でやっていきます。今回の動画の内容です。開封からレンズ概要の説明、外観のレビューとスペックの確認、ニコンの Z9 につけてみた時の様子、レンズのメリットとデメリットの紹介ですね。そこを踏まえての作例と総評のお話というのをこれからしていきます。よろしくお願いします。 ラオア FF2 9mmF5.6W Dreamer というラオアのレンズをサイトロンジャパンさんからお借りしておりますのでこちらも開封して中を見ていきたいと思いますフルフレームながら魚眼ではなく超広角で 9mm という恐ろしい画角を実現している マニュアルレンズになります 9mm パッと見ると APS-C のレンズかなっていう風に思うんですけど恐ろしいことにフルフレームのレンズになりますレンズの構成がちょっと書いてますねはい開けていきますこちらがスライドさせていく感じの箱ですちょっといろんな箱の開け方がありますね開けると上にレンズの絵が書いてます綺麗な白い箱を開けると 中からレンズの入った袋が出てきます。あとはまあ保証書とかその類ですね。虹色の箱に入っていると。いつものラオアの袋を開けると、中から出てくるのがこちらのレンズです。ラオアらしく金属で作られていて、 見た目にも高級感があるレンズですね。青いリングがいつものように入ってます。9mmF5.6W ドリー、er、マということで入ってますね。こちら開放絞りは5.6っていうことになりますので、そんなに明るいレンズっていうわけではないです。キャップを開けてみましょう。キャップを開けるとですね、さすが 9mm ということで、小ぶりのレンズフードにボコッと デメキン形式のレンズになります。フォーカスのリングのところにですね、ちょっとした指に引っかかるようなダイヤルっていうんですかね、それがついてますので、ここでピントを変えるときにそれがちょっとやりやすいような感じになってます。絞りリングは前側で変えていきます。22までですね、今回は。中はこのような感じになっていて、非常に小さめ小ぶりなレンズにはなっています。 こちらのレンズの概要を説明していきます。画期的な135度っていう画角を持っているレンズです。フルフレームのカメラ用に設計された魚眼レンズではない広角レンズで言いますと、最も画角の広いレンズということですで。こちら絞りは先ほど申し上げました通り、F5.6 から22まで。 10群14枚、絞り羽ネ5枚で作られているレンズです。最短撮影距離結構近くてですね、12センチ、0.12メートルまで近づけるっていうことですね。まあ、そういう風うに近づくことによって遠近感っていうものを過剰なぐらいに強調したりっていうような写真も撮れるということです。重さは 350g ですね、およそ。対応しているマウントはソニーの E マウント、ニコンの Z マウント、 ライカのママウウンント、L マウントっていうことですね。キャノン用は今のところないみたいですねこちらですねラオアの 9mm のレンズを Z9 につけてみましょう Z9 につけましたサイズ感こんな感じですね Z9 につけるとですね、さすがこのレンズ 300g ちょっと割に軽量なレンズになりますので、このように結構レンズとしては小ぶりな感じです。パッと見 APS-C の広角レンズかなって思っちゃうぐらいのサイズですね。これでフルサイズ 9mm っていうのが魚眼でなく広角で取れてしまうのですから恐ろしいレンズです。青いリングも結構決まってかっこいいですね。 ラオは 9mmF5.6W Dreamer。こちらのレンズのメリットになりますが、フルサイズ対応では唯一無二の 9mm 超広角を実現しているというのがあります。なんと言ってもこの1点に尽きるでしょう。魚眼レンズではなく超広角レンズで 9mm。これは見たことのないような異次元の広角になります。 イメージとしては 14mm のレンズっていうのを私も持っていますが、その 14mm の状態よりもさらに一歩二歩前に出ても余裕で撮れるイメージです。特に遠近感の強調っていうのが今までにないぐらいすごくなります。もう一つ非常に小型軽量というのがあります。スペックにも書いている通りだいたい 350g ぐらいの重さということで、パッと見で本当に APS-C のレンズかと思う間違うぐらいのサイズです。 開放 F5.6 のレンズですが、一段絞って F8 以降にしていくと、5本の構造が綺麗に発生するレンズです。こちらも描写では役に立ちますね。また、F8 以降はほぼ全域でピントが合うようなイメージになります。ここは超広角の良さということになりますね。中央周辺のシャープネスと描写は良好なレンズになっています。 次に、このレンズのデメリットの部分ですね。まずは、後補正が必要なレベルの周辺原稿というのがあります。これは、まあ、レンズの大きさ上仕方のないことなのかもしれませんが、どうしてもこの周辺原稿っていうのをなくしたければ、PC での後補正っていうのが必要になってきます。もう一つ、これも超広角レンズの宿命ではあるんですが、逆光にあまり強くないというところがあります。 次に、電子接点がないマニュアルフォーカスのレンズであるがゆえに、絞り等の情報がイグジフに残らないというのが、やはりデメリットとしては挙げられます。もう一つ、防人防的非対応というところがあります。 こちらのレンズなんですが、個人的にはサイズをワンサイズを大きくしてもいいから F4 で逆光耐性を強くしてくれたら嬉しいなというふうには思ってます。以上よりこのレンズの総評になります。フルサイズ 9mm という圧倒的な超広角で、このレンズでしか撮れない写真があるっていうことは何者にも買い難い一番のメリットです。 そのの一方で補正必須のきつめな周辺原稿異次元の 9mm という焦点距離それに加えてマニュアルフォーカスっていうことで非常に個性といいますか癖が強いレンズになりますので人によっては使い切れずに持て余してしまうっていうこともあるかと思います広角が大好きでさらなる広い画角を求めているという方や他とは違うクリエイティブな写真を撮ってみたいっていう方にとっては とてもいいレンズだと思いますのでぜひ手に取っていただきたいレンズになりますいろいろ試しの撮影をさせていただきまして個人的にはこのレンズすっかり欲しくなってしまいましたまた以降の動画では実際にこのレンズで撮影しに行った様子などもお見せしたいと思います 視聴ありがとうございました。